いどうもこんばんは、ザ・ヒデです。今夜はね、東ドイツ軍のテントで、ソロキャンプです。すごく綺麗ですよね。あのね、落ち葉がね赤くて、でちょうどね紅葉の木もかかってるような感じでね、すごく綺麗なんですよね。でね、あの東ドイツ軍のテントを張ったんだけど、ちょっと今夜ね風が吹きそうなんでね、フィールドタープでねちょっと囲ってみました。焚き火をするんでね、もしね強すぎたら焚き火はやめますけどね。こんな感じでね、今夜はやっていきたいと思います。ちょっと見に行ってきますか。こんな感じですよ。これはねフィールドタープですね。かかってあって持ってね、今日は焚き火をしようと思ってね。まだね今から薪割りです。大変です。こういう感じですね、で紅葉の木すごいでしょ。下から見ると綺麗ですよね。こうやってね、フィールドから囲ってます。囲ってます。でね、焚き火台はこれ、安い焚き火台ですね。はい、行きましょう。中はね、こんな感じ。こんな感じ。こんな感じですね。テーブルはこの2つでやります。ですね。今日はね、鶏肉焼いて食べる感じですね。まあ楽しんでやっていこうかなと思ってます。はい、まずはね薪割りからやっていきましょうね。寒い。じゃあ、今日もね、心よく行ってらっしゃいと言ってくれた妻にありがとう。で、紅葉が綺麗なんでね、紅葉に乾杯ですね。乾杯。あー、美味しい。なんかね、今日夕方から設営でね、途中で暗くなっちゃって、でランタンをつけようにもね、ヘッドライトをね落としてね、接触が悪くなっちゃって、
暗闇の中ランタンをやっとのことつけて、で設営を終えました。今日はね、さっきも言ったようにフィールドタープで囲っています。まあね、万が一風が強くてもね、多少大丈夫かなと思ってます。でね、焚き火すぐそこにあるんだけど、あったけですね、やっぱり。まあ万が一のことを考えてね、ミスターヒートを持ってきました。まあまあ必要ないでしょう、あったかい。じゃあね、ちょっととりあえずしばし飲みます。これで米を炊いていきます。ね、一応無洗米のね1合を用意してきました。やっぱ無洗米が楽ですよね。焦がないでいいしね。うちは無洗米です。30分間ちょっと浸しておきます。やっぱ焚き火はあったかいですね、最強です。この前薪ストーブやったけどね、やっぱ焚き火が一番ですね、一番。群幕にやっぱり焚き火がよく合いますよね、最高です。でこのなんつうんですか、落ち葉たちがね、またいい演出をしてきてくれますね、本当にね。いやいいね、今日もキャンプに来れてよかったです、ありがとうございます。今日はねいっぱい楽しんじゃいます。ね、米をね炊くときはね、このSビットのねポケットストーブを使います。これを使ってね、でこの固形燃料をね2ついつもやりますね。これで大体放置しとけばできます。なのでセットしときます。よいしょ、はい、でウィンドスクリーンをねやっとけば熱効率もいいんでね、こんな感じでいっときましょう。はい、あとで火をつけましょうね。これで米の準備は完了です。もうちょっとしたら鶏肉をね今度焼きます。今日は鶏肉です。じゃあね、そろそろね米炊いていきましょう。火をつけちゃいます。今ね、鶏肉をね、ちょっとね、仕込んでます。
ちょっとね、待ってる間しめ鯖をね、食べましょうかね。じゃあね、しめ鯖をいただきますね。うん。あ、うまい。うん。おいしい。うん、うまい。しめ鯖ね、大体持ってきますね、キャンプでね。うん、うまい。うん、お酒が進んじゃいますね。今日はね、ソロキャンプなんだけど、缶ソロじゃないんですね。どっかそっちの方に誰かいますね。なんかやってます。まあ思い思いにこうキャンプを楽しんでるんでしょうね。なのでちょっとね、声がね、大きい声が出せない、うん、あの人大きい独り言言ってるよっていうことになっちゃいますからね。こんなこんなでね、とりあえずしめ鯖を静かにいただきましょうね。うん、うまい。やっぱ冷えますね、すごく。焚き火はしてるんですけどね、うん、じゃあね、薪いっぱい持ってきたんでね、夜更かしできます。よし、じゃあね、料理していきますよ。よいしょ、鶏肉焼いていきましょう。オリーブオイルですね。オリーブオイル。さあね、ニンニクを入れます。
く入れます。いい感じですね。そしたらね、鶏肉入れちゃいます。よいしょ。皮からね、焼きましょうね。皮から焼いて、鶏肉はね、危ないんでね、当たったら危ないです。なので、ちゃんと焼きましょう。もんでいいでしょうかね。熱っ。さあどうでしょうかね。ちゃんと炊けてるかね。バッチリです。バッチリです。じゃあね、ちょっと米チェックしてみましょうね。あ、いいんじゃないでしょうか。ちょっと水が少なかったかな。うん、こんなもんですよ。うまい。うん、ということで米はこの中に入れておきましょうね。うまい。よーし、 OK。 はい、じゃあね、完成です。ちょっとこんな感じでいいかな。ちょっとね、今日はね、いつものシードルです。これも飲んでます。じゃあね、いただきます。これいいっしょ。これね、妻がね、選んでくれたんですよ。動画映えするんじゃないっつって。そしたらね、バターナイフでねあ、でも切れますね、ちゃんと。あ、どうかな。あ、よく焼けてますね。焼けてます。いただきます。うん。うん。最高。うん。うまい。うまいぞ。いやー、でもこの時期のキャンプは、いいですね。すごく。目が飽きないというかね、落ち葉とか本当にくどいようですけど、いい演出してますね。見えますかね。にゃん、ほら、こんな景色です。いいでしょう。で、前にはね、前にはこの焚き火です。落ち葉だらけなんでね、このね、周りを水かけてます。まあ、万が一って時もあるからね、ちゃんとその辺はしときましょうね。で、このご飯でしょ？いいよね。美味しいよね。こりゃご飯も美味しいよね。最高です。うん。